どうも、ヨチンです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新しいスキルの検証をやっていきましょう。我が悲願を果たすため、今日検証するスキルはこれ、万全の闘士ですね。一定体力以上でスタミナ回復速度が上昇、スキルレベルが高いほど体力の条件が緩和されるっていうスキルですね。さあ、どれぐらいの能力なんでしょうか。それではまずはスキルなしです。スキルなしの状態で、スタミナを空にします。で、空にした状態から、スタミナマックスまで何秒かかるのかを測ってみましょう。では、いきます。どれぐらい回復するんだろう。いや、わかんない。どれぐらいなんだろうね。 OK、次で空になりますかね。いきます。空になった。さあ、どれぐらいで回復するのでしょうか。やっぱそれなりにかかるよね。はい、これぐらいです。ちょっと編集してみないとわかんないんですけども、これぐらいの時間でスタミナをマックスまで回復させます。では続いてスキルを入れてみましょう。それでは、続いてですね、スキルありです。万全の闘士を入れてます。さあ、どれぐらいで回復するんでしょう。スタミナをゼロまで使い切ります。結構効果は高いと思うんだけどね。 OK、 いきます。こんぐらい。結構早くなかった？結構早かった気がするんだけども、まあまあ、とりあえずちょっと編集してみないと分かんないんですけども、はい、これぐらいの効果です。それでは編集終わりました。新スキル万全の闘士の効果ですけども、スキルなしの状態よりも約2.1 倍早くスタミナが回復するでした。スキルスロット2つ使いますので、まあ使う場所は選ぶんでしょうけども、早くクリアしたい場所とかにはいいのかもしれませんね。はい、こんな感じでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。